どうも、スワルマンです。はすいません、今日はね、こうやって座ってスタートする形っていうのはないんですけども、これ謝罪動画でも何でもありません今日はですね、トレーニング、まあ、僕がよく現役の時にやってたトレーニングをご紹介したいなというふうに思います。今からやるトレーニングっていうのは、まあ、飛距離アップもそうなんですけども、振った時にぐらつかない体を作るためによくやってた練習です。まあ、スイングスピード上げるっていうのもありますね。2種類今回説明するんですけど、1個はこのスイングスピード上げるとか瞬発系で、もう1個は体の軸をぶらさない、いわゆるこう打った時にこう何て言うかな、ぐらついたりしない、そういうようなトレーニングになってますので、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。これはもう皆さん一緒にやってもらってもいいと思います。結構きついです。結構早速やっていきたいなというふうに思います。じゃあご覧ください。はい、では、早速やっていきたいなと思います。この形で説明するの初ですね。本当にすいません実はですね、こうじゃないんです。はい、横向きになってもらって、手をね、こう下に置いてください。まあ、肩の下ですね。で、このまま、まあ、今右手が下ですね、左手が上、手を腰に当ててもらって、ここから上げていきます、お尻を。これはバッティングの時に無理を少なくする、トレーニングなので、このままお尻をグッと上げちゃいましょう。で、これすねもついてないんですね、下のふくらはぎも全部浮かす、この状態です。ついてないですね。はい、で、これまっすぐです。まっすぐですよ。あ、まっすぐですね。これがめちゃくちゃ大事です。一回休憩します。この形で、中学生は45秒キープ、一般の方は1分、高校生45秒。体が強い人は耐えれるだけ、これね、どうなんですか、やりすぎたら良くないですかね。やりすぎも良くないですよね。で、こっからがきついんですよ。まあ、今から45秒やった手でいきますね。45秒間、よーい、さっ、はい、始まりました。さあ、1、はい、30、40、45になりました。じゃあ、このまま下ろさないで、この状態のまま足上げます。ここから1、前、後ろ、上、前、後ろ、上、前、後ろ、これを10回やるんですよ。やばいことやってますよ。正直、あの横向きにこう維持するだけのやつは体幹トレーニングとして割と見かけるトレーニングなんですよ。はい、今のはしかもやった後にそれやらせるのはめちゃめちゃハードですね。めちゃくちゃハード。でもこれが最後の、これがめっちゃ大事なんですよ。要はこの最後の上、前、後ろ、この動きによってお尻くるんですよ。お尻とこの横、いや絶対きついっす、そこらへん。こうやってここから1、2、3で、このお尻とこの横側ですよね、太ももの横側ですよね、これが鍛えられると。その上と前と後ろの可動域というか、あれとしてはどのぐらい体がよじれるぐらい後ろとかにうんってやった方がいいのか。いや、よじれないぐらいがいいです。なるほど。要は体はまっすぐ保ったままの状態で引っ張れるところっていう感じですかね。そうです、そうです。これがすごい大事。これを、やってほしいなと。ちょっと見せますね。この状態ですね。はい、この状態で、はい、45秒経ちました。足上げる。ここから1、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3。すいません、10セットできてないんですけどめっちゃきつそうですね。これはね、きついですよ。今だってミドルマン45秒すらショートカットしたのにそのありさまっすよ、はい、まあ僕クラスになれば1分やって12、3なんですよ。あー、トレーニング足りてないですね。僕は1分やって12、3までやってます。これはね、なぜ横くるんですよ。横ってめっちゃ大事ですよ。バッティングの時にここに気を下がなかったらほどけちゃうんですよ。そうですね。内転筋も大事なんですけど、これ外も大事なんですよ。要はお尻ですね。お尻がしっかりと使えない選手は
絶対ダメです。はい、なので皆さんやってみてください。次いきます。はい、では早速次の種目やっていきたいなと思います。皆さん今僕のこの二十歳テディベアと思ったでしょうか。いや、そんな別に可愛いものには見えてないですね。はい、そんなことどうだっていいんですよ。次やっていきますよ。次、いわゆるスイングスピード上げたいとか、そうですね、体にキレをつけたい方っていうのはぜひやってほしいこと。これはね、主婦の方、お父さんお母さんも一緒にやるとすごくいいと思います。楽しんでできます。で、どうやるかっていうと、足上げてください。足をで、今形としたらこういう感じですね。今こういう形になってます。はい、軽く足曲げてもらっていいんで、この状態のままですよ。この状態のまま飛んでいくんですよ。早速やっていきたいなと思います。いきますよ。この状態のままこっちに進んでいきます。どうやるかというと、手をこっちに入れてね、こっち側からこっちに移り出した時に横に飛ぶ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 、これを連続して。わわお、これわお、こんな感じです。いったら次こっちに飛んでいきます。どうしたどうしたどうした、お、どうした。今のトレーニングはどういうその実践で使えるトレーニングなんですかね。こういう動きしたじゃないですか。はい、この動きってバッティングのここなんですか。はいはいはい、持ってくるところ、キレが増すっていうんですかね。そうです、このいや、こうやって飛んでたじゃないですか。はい、この連動ってバッティングのこの振り出し、ここ鍛えられます。で、これ体の使い方も重要なんですよ。体の使い方がやってるうちに分かってくると思いますよ。あ、連動してんなみたいな、これすごい大事です。やってみましょうか、シモニー。マジか。シモニーの挑戦です。こういう形ですよね。はい、で、手左そう、いいですね。いいですよ。いや、難しすぎるな。いいですよ。いいですよ。そんな、よう連続でいってはい、下に連続でいってください。連続で飛べないんですよ。はい、ポンポンそうなるんですよ。こんなみっともない動画全国に流すんですか。はい、これ、何かね、お尻痛なる時あるんで、はい、それだけ気をつけてもらえれば。めちゃめちゃ難しいですね。これ連動なんで、これがね、これがね、すごく大事ですね。要はこの使い方なんですよ。はいはいはい、こういうイメージ、こっちもこういうイメージ。これ得意な方と不得意な方あります。おそらく、右投げ右打ちは、はい、こっち側左に進んでいくのがすごく得意です。あ、そうですね、右にから左に行くって左ですもんね。はい、右投げ左打ち、僕は右にこうやって進んでいくの得意なんですよ。多分バッティングの方がこう腰をよう使ってるからちゃいます。でもやってると均等してきます。なので、これすごいです。ね、距離はね、まあ理想、まあ最初難しければ1メートル、はいはい、そこから3メートル、5メートルってなっていけばいいと思います。で、往復ですね、4億ぐらいすれば、まあ、上でいいかなと。まあ、最悪1億だけでもいいんで、これをやってもらった後に素振りするとか、するとすごくいいかなと。試合前とかやるとすごくいいですよ。めっちゃ振れるんで。なるほどなるほど。なのでぜひこれはやってほしいなというふうに思います。やっぱりその和田さんとのコラボの時も言ってましたけど、やっぱトレーニングは左右やっぱ同じだ、得意不得意気にせずにやっぱ同じだけやる方が良さそうですよね。同じ数をしっかりやる、どっちかを大きくするっていうのはあんま良くないかなと思うので、本当ね、いろんなことを通じてくるんで、ぜひね、今言ったことをまず参考にね、取り方欲しいなというふうに思います。ということで、本日はトレーニングの動画を紹介いたしました。また
いろんな動画を配信するんで、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。本日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。